おかえりなさーいそんな感じ、はい、おかえりなさーい。この広々とした玄関、靴箱もこんなにいっぱいありますよ。じゃあいいですかね30人ぐらい入っちゃうね。じゃあどんどん中入っていきましょう。クリスマス仕様みたいになってる。うわ広っ、見てくださいこのボディはいはいはい。じゃあこっちがキッチンとダイニングこの広々とした机で一番合ってる食卓を囲みます。いいね、広いね、広い、少なおいや、なんていうか、広いね広い、引き出し少なおい、なんといっても、広いよね、広さこの広さですよ、これもう、これだけ広いってやっぱ何でもできる、ご飯も食べれるし、おしゃべりもできるし、広いそう、広いからさ、料理とかもできるし、お湯沸かしたりとかもできるし、広いからはい、次はい、次お風呂、お風呂、あ、ガチすげえ、いいね、ガチすごい、あ、ヒノキ、ヒノキ、ヒノキ、これヒノキ、ヒノキか、めっちゃ蒸し寄るよ、めっちゃ蒸し寄る、めっちゃ蒸し寄る、嘘だろ、あ、でも同時に2人ぐらい入れる、いるね、いいね、この大の大人が2人もやっぱ、広い、うん、なんて言っても広い、掃除してね、うん、今のところの感想は広い、広い、あ、トイレです、トイレも広い、トイレも無駄に広い、広いな、なんと言っても広い、そうよね、3人入る、うん、俺の実家の部屋ぐらいあるよ実家の部屋、このトイレに負けるさあ、続いてはこちらになりますね、こちら、ベッドルームになっておりますやだー、いっちゃうまいやん今日はカーテンを閉めて、じゃあこちらいきます情報量がない、情報量がない、情報量がない、かまかまかま、これは何、これ靴箱また靴箱あんの、めっちゃ、なんだっけ、漢方、漢方、漢方、千と千尋みたいなやつ、かまじいみたいな、なるほどね、みたいな、すごっ、いってらっしゃい。二つ。うわ。壊れ壊れ。ミシって言って壊れだよ。ミシミシって言った。ミシって。お、え、カツオ言うそうだ。じゃあ立てねよ。ああ、いいね。落ち着くわ。サウナ見ある。サウナ見ある。このなんか照明の感じがね、ちょっとサウナ感。チルいよね。チルいだし。チルい。レッツゴー、次次。さ。来ました。お待ちかね。2階に行きますよ。あーあー、広い。広い。広いな。広い。あ、見てこれ景色。やば。すごい。広大なこの山の景色。広大な。すごい広い。強い方なんやけど、うん、うん、秀樹がそうめんは麺類の中では雑魚の方やけどたまに食うとうまいっつってあ、まあ、確かに質素なイメージある。まあ季節性あるやん、なんか、うん、夏しか食わんけんね、ラーメンとかうどんとか違って、うん、うまっ、うん、食レポして、あーちゃん、あちゃん、うまっ、まだ食ってないやんうん、なるほど、どう、これはね、うん、すごく美味しいピーマン肉味噌、肉味噌じゃない、
もろみそ。チェリー。うまっ。これマジセンスいいね。ほんとうまいわ。俺ピーマンの方が好きかも。うん、わかる。マジでピーマン。あと、あんまつけすぎんほうがいいかもね、これね、うん。あそこに山の神がおる。すごいね、なんか。かっこいい。あー、匂う。ちょっと匂う、これ。いやー、これ、ちょっと匂うな。名前さ、キャンとプーなんやけどさ、プーってさ、うんこだよね。そうか、餌欲しいか。おー、おー、おー、おー。ちょって半分これ、あ、もう一回ある、もう一回ある。怖え怖え怖え。ちょっと待って、お前食べ過ぎ食べ過ぎ。こいつにもあげてやって。ちょっとえ、クワントクワント、いらんの。いや、うまい。すごい勢い。すごい勢い。ね、あ、ん、こっち来ましたよ。来た、いる。やべ、こいつ。あ、こいつすごい。おいしい、マジ。いや、てかマジさ、めっちゃいい景色じゃないこれ。うまくね？全部倒したんで12点っすね。プロなの？で、その場で。こんにちは、はじめまして、ムロカンと言います。あの、顔がね、スーパームーンと呼ばれるんですけど、あの、よろしくお願いします。どうもスーパームーンです、よろしくお願いします。いいね。まあ、料理はですね、全く私してこなかったですよね。まあ、あの、こっちに来て、あの、初めて料理を始めたって感じでやってます。まだ全然初心者なので、4月5、まあ、4ヶ月、5ヶ月ぐらいですかね、まだ。そうなの。はい。でも毎日頑張って作っております。でも毎日料理したら結構うまくなったじゃないですか。確かに、結構作れるようにはなってきました。なんか調味料パーッと入れたりとかできるようになってきました。はい。得意料理は？得意料理、でも割と生姜焼きとかハンバーグとかは作りますね。あ、生姜焼きとかいいね。いいでしょ。うん、ハンバーグいいやん。ハンバーグもお母さんに直でに習って、結構ふわふわの柔らかいハンバーグが作れます。すげえ、いいな。漬け込みスペアリブでございます。いいね。いいですね。俺もさ、なんかこういう感じで、いや、撮ったことあんまないわ。無言でやる感じですか？あんまないですよ。いや、だから料理やるよってことがあんまないかも、今まで。確かに、空気をしっかり抜いて。そう。で、完成したものがこちらみたいな。ない、それはないです。完成したら焼き上がった。あ、焼き上がったんですか。これは下準備だね、下準備。なるほど。いいよ。いいですか？うん。はい、こんな感じですね。はい。絶対ビョン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 。見て。
これでほら骨がないんよ。あ、すごい。すごくない？よくない？めちゃめちゃいい。食べやすいでしょ。食べやすい。イエス。優しいですね。さすがに。これをやりたくて。やっぱ思いやりを持って。そう、素晴らしい。このひと手間が I love you だったよね。知らん？ちょっと存じ上げないです。すいません。勉強不足です。マジで？え、CM だったくない？え、ちょっともう一回もらっていいですか？札幌一番。このひと手間が I love you。 あ、ほんとや、札幌一番か。札幌一番や。それは逃げた。野生の猫がおった。さてさて、あれ早くやろうよ。やっちゃおう。早くやろうやろう。バーベキューが今始まります。イエイ。ポン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 。カンパーイ。全然息がちょっとまだ合わないのでやってみてください。